はい、速稼塾の久保でございます。まあ何の能力もないし人脈もないし頑張ってきたこともこれといって見つからないなって人がネットってものを手に入れることによっていきなりね生活が変わるとか億万長者になるっていうのはちょっと過去の話だったかなと思います。今はですねやっぱりしっかりとした積み上げがあった人がたまたま運が悪くって身の回りの100人200人の方には受けが悪かったのをネットで拡散していくとたくさんの75億人もいるねこの世の中の人のまあ1000人とか2000人は受けるようになったよねっていうのがネットの成功だというふうに私は感じるんですよね。まあ、ですので何が言いたいかっていうとこれはですね私がインターネットのビジネスを始めた時にある方の例で申し上げたというかね聞いたんですけどもセミっていうのはたった7日間しか生きないんですよ。7日間の生命なんですよ。でその7日間をね精一杯生きるために地中の中に、まあ、幼虫としてですね7年間住んでるそうなんですよ。その7年間住んでる間にもう多分ね努力するっていうのはセミにはないと思いますけどもしっかりと栄養を取る環境にいたりとかすくすくと育てるようなね土に囲まれていたりとかそして踏みつけられるようなねそんな死んでしまう地中で死んでしまうようなことせずに 何かねこうねコツコツと膨らませるものがあったと思うんですよ。それが成虫になってもう羽を羽ばたいてねさなぎからこう飛び立つ時に解放されるのかなっていうそんなねぼんやりとした話だったと思いますけどもそうなんですよ。ネットで成功する人ってネット以外のことできちんと土台を積み上げてるんですよ。豊富な知識とか優しい人間関係とか温かい心とかっていうのを育んでいる。その中では人を攻撃するのが上手な人っていうのが受けるっていう炎上商法っていうのがあるのも確かなんですけどもやっぱり炎上商法がなんで続かないかっていうと人はね誰かを攻撃し続けることとかそれに対して諭されるっていうかね攻撃し返されることにあんまり長い間耐えられるようなね、人はあまりないんですよね。だからいつか自分が人を攻撃することに疲れてしまったりとか誰かと口論することに疲弊したりとかして退場していくんですよ。でも人を励ます人とか綺麗事を言う人っていうのは多くの人から感謝されて気づきがあるというふうに励まされたりとかしてね結局続いていくんではないかなと思うんですよ。そしてインターネットの発信っていうのは、まあ、所詮ですね言葉を発するか文字を見てもらうかこの2つに集約されると思うんですよね。じゃあたくさんおしゃべりをしてきてそれをたくさんの人にね聞いていただけた人がインターネット YouTube の世界に来るのか文章をたくさん書いてきて文章のスキルが上がっていって自分の思いを人に文章で伝えることが上手な人がブログで成功するのか Twitter でうまくいくのかってことを考えるとやっぱりね何もできない人がインターネットをいきなり手に入れてもなかなか難しいと思うんですよ。やっぱりそこには今まできちんとして生きてきた人生があって構築してきたものがあって観察眼があってそれを表現する力がある人がインターネットってものを手に入れると最高のツールと自分のアビリティ能力が合致してロケットのようにねドカーンと発信するんですよね。まあ吉田さんは江頭さんの例出してますけども江頭さんっていうのはどちらかというとねテレビには向かない人なんじゃないかなと思うんですよ。放送コードがあったりね派手なことをやったりとかあとは共演するタレントさんをまあ一部ね出し抜いてやってるところがありますんで江頭さん単体一人でやるってことはテレビではなかなかないんですよね。でも YouTube の世界っていうのは江頭さん単体一人でやることができますんで共演者の方をある意味ね踏み台にしたりとか共演者の方にねブチューとキスをしたりとかして注目を集める必要はなくてそれから、まあ、吉田さんが言われてたようにトークじゃないんですよね。表現なんですよね。表現っていうのは国が変わってもやっぱりね分かるんですよ。でも例えばアンジャッシュとかね笑いとかがあるじゃないですか。アンジャッシュさんとか陣内智則とかね笑いが面白い人喋りが面白い人って言語が変わると何が面白いんだこれはになっちゃうんですよね。まあ、そういう意味で言うと本当にね江頭さんが YouTube に入ってきたっていうのはもうマックスだったなと思いますね。これ以上ヒットするものはないかなと。で江頭さんっていう存在が長い間ね何十年もテレビでバンバン出ることはなかったんですけどもずっとそのスタイルを守り抜いてきたっていうことでねやっぱ江頭さんっていうのはすごくね美談とかも語られてるんですよね。美談っていうのはなんか全てとは言わないですけどほとんどがね創作のファンの方が作った創作だったりするんですけども江頭さんのイメージを勝手に市場に作り出してきたっていうねその影響力は江頭さんのやっぱりね、全てのスタンスから現れてきたもんではないかなと思いますよね。いやだからねこういう人が YouTube の世界にドンと出てくるんですよ。1週間で100万人のチャンネル登録を獲得するようなねそんな人がこれからもどん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 出てくるわけですよ。きちんと芸能界でやってきたきちんとその世界でやってきたきちんと業界でやってきたでもたまたま芽が出なかった人が YouTube に来ると
ということで、能力が高い人がこれからどん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 やってきますので、もう私とかのねの時代は終わりですよね。私とかは相対的に YouTube の世界で相対的にですよ、認められるところがあっただけで、もっと大きな力とかしっかりとやってきた人が現れれば、それはもうねいらなくなりますよね。億万長者のなり方とかね、派手なメッセージもありましたけども、実際に億を稼いでる人がこれからどんどん出てくるときに、たまたま時代の流れでね億を稼げた私みたいな存在っていうのは、どちらかというと、この YouTube の世界でも邪道に類するものにだんだんなっていくんではないかなと思います。まあもともと私は隠居ですんで世間知らずですしね、常識もわかりません。だって隠居ですから、社会捨ててるわけですから。だから私の発する言葉っていうのは、社会とは全くずれた、世の中とは全くずれた、常識なんてのは全くわからないところからの勝手な発信だと思うんですよね。で、そういう勝手な発信に無人島で喋ってるようなものに興味がある人は少数はいるでしょうから、これからもお付き合いいただけると思いますけども、私の話がね共感するってことは、多分社会ではかなりね摩擦を生んでると思うんですよ。ご用心。では失礼します。